フランスの宿敵対決、マルセイユ対パリサンジェルマンの試合をお届けします。ホームのパリサンジェルマンは一体どのような試合を見せてくれるでしょうか。N'oubliez pas qu'il est possible de visiter le stade en dehors des matchs。今日のパルクデプランスはサッカーにはもってこいの天気に恵まれました。実況は私西岡明彦、解説には福西隆さんをお迎えしています。準々決勝のファーストレグとなるこの一戦、パリ・サンジェルマンがオリンピック・マルセイユと戦います。このカードですと大方の味方はホームチーム有利ということになるでしょう。ホームのサポーターの声援もあることですし、このファーストレグをしっかり勝って勝ち点を確保するつもりでしょうね。こちらがパリ・サンジェルマンの先発メンバーです。このチームはとにかくピッチ全体で相手にプレスをかけて敵に落ち着いてパスを出させないプレーが好みですね。今日のラインナップからしていつも通りの戦法を期待できますか。そうですね、プレッシャーをかけられたチームは攻守のバランスが崩れミスが目立つようになりますからね。今日も強い圧力をかけてくるでしょう。こちらがマルセイユの先発メンバーです。一般的な 4-3-3 ですね。前線に3人のフォワードを並べて相手にプレッシャーをかけます。さあキックオフです。 UEFA ヨーロッパリーグ準々決勝のファーストレグがスタートしました。ゴール前で勝負に出ますマルセイユ。ここ抜いた、周りを確認したい。押し込めるか。あ、危ないですよ。リードを奪いたい。通っていればチャンスでしたがオフサイドです。出し手とのタイミングは合いませんでした。誰もが活躍を期待するネイマールです。福西さんはこの選手のどんな点に注目していますか。絶好調ですね。ここ3試合で3ゴールです。今日も得点できるのでしょうか。これはよく見ていた。抜群の飛び出しを見せました。素晴らしいセーブを見せています。迷いがありませんでしたよ。これは大事なプレーになりますね。マルコス・アロンソ・メンドーサ。見事なテクニックで突破してきました。最後は1対1でしたが決められません。ゴールに意識が行き過ぎていたんでしょうか。相手の反応を見てから対応するぐらいの余裕が欲しいですよね。マルセイユサイドのスペースが広く空いています。いけるか。このシュートは枠に行きません。決まるかと思いましたがコースをうまく消されましたね。マルコス・アロンソ・メンドーサ。腕ゴールに渡った。ネイマール、ドニエル・マレン。これはあるぞ。攻撃を断ち切れていない。ボールがこぼれました。クリアできるか。このカットは大きい。しっかりと奪いました。
ドニエル・マレン、ムバッペ、サイドにはスペースが、ここはドリブルに入ります。入るか、いいボレーでしたが枠に行きません。素晴らしいキックでしたが、さすがにコーナーを狙うのは厳しかったと思います。ボールはマグワイア、ムバ、ここは抜いてきた。ネイマールが待っている。ネイマール、ボールを大きく押し出します。ディフェンダーがうまく読んでいました。カウンターのチャンスです。ここから狙うのか、このボールは重要です。ドニエル・マレン、パリ・サンジェルマンにチャンスが来ました。威力は十分なシュートでしたが、これは入りません。枠に行ってないですね。もう少しコントロールすべきでした。味方を使います。狙える位置です。ファーポストにクロスが渡る。決まった、ゴールだ。フィニッシュはシザースキックで決めてきました。驚異的な身体能力です。リプレイですね。クロスをここぞというところに入れてきました。そしてこのボレー、事前にワンクッションあったのでキーパーの反応が遅れましたね。それにしてもいいシュートでした。ムバッペ、さあパリ・サンジェルマン、ここから危険な形を作れますか。カウンターのチャンス、ここは決めたい。これはチャンス、弾きましたがここはプレーを切りたい。スコアは1対0。ここでハーフタイム。ウェファーヨーロッパリーグ準々決勝ファーストレグ後半戦のスタートです。ムバッペ、ボールはネイマール、サイドにスペースがあります。空いているスペースが見えたか、止めた。ナバスが目の前からのシュートに超反応を見せました。エリア内へ向かうか、クリアして危機を脱しました。プレッシャーをかけられます。相手に渡ります。フラッグが上がっています。オフサイド。行くしかない。ナバスのファインセーブ、1対1を止めました。ボールを入れました。ここはしっかりクリアされました。サイドへ展開します。クロスはニアでカットされました。チャンスになりそうでしたが、攻撃は阻止され、ボールは相手に渡りました。マルコス・アロンソ・メンドーサ、ドニエル・マレン、見事なインターセプト。ディフェンダーの読み勝ちでしょうか。狙いたい。さあどうする。1対1をしのいだ。ナバスのファインセー、中に入れた。
惜しい場面でしたがボールはラインを割りました。この位置で相手のマークに合っています。外に出てスローインになります。マルセイユサイドへパスを出します。真ん中にクロスを上げた。ここはナバスが見事に止めました。パリ・サンジェルマンがボールを失いました。中はフリーだ。さあどうだ。キーパー止めました。ここで決められたら苦手意識がついてしまうかもしれませんでしたからね。コーナーキックを蹴った。このヘディングは枠の外へ。マークが厳しかったようですね。スペースに出したボールがネイマールに渡る。スルーパスがネイマールに通る。守りきれるか。同点です。パリ・サンジェルマンが追いつきました。ドリブルでボールを前へ。ムバッペ。パリ・サンジェルマンパスをつなげない。狙える位置です。1点リードにできるか。ゴールだ。フィニッシュはボレーで豪快にネットを揺らしました。リプレイが出ます。まずはこのクロスから中野選手へボールが渡ります。至近距離でうまく合わせてフィニッシュ。冷静に決めました。この時間のゴールですからこれで試合は決まりじゃないでしょうか。そうですね。この時間だと厳しいと思いますよ。時間がなくなってきましたがパリ・サンジェルマンが追いつけると信じてサポーターが大声援を送っています。パルク・デ・プランスのこの雰囲気なら。さあゴールを狙いに行く。決定力が足りません。リードは縮まりません。どこか勢いがないように見えましたよ。こんなチャンスはもうないはずですから落ち着いて狙っていくべきでしたね。サイドのスペースが広く空いています。1対1のチャンス。どう出てくるか。ボールがゴールに吸い込まれた。ゴール前で2対1の状況となりましたね。そうですね。これはキーパーも防ぎようがありません。違うアングルから見てみましょう。マグワイアに渡った。ネイマールに渡った。素晴らしいロブです。これはチャンス。ゴールはガラ空きです。ゴール前にキーパーはいませんでしたがシュートがなぜか枠を捉えません。ゴールはガラ空きだっただけに確実に決めておきたかったですよね。試合終了の笛が鳴り響きます。アウェーチームがファーストレグを制しました。手堅くリードを守りきりました。これでセカンドレグを有利に叩き